年の土用の丑の日にはいつもと違った揚げ物レシピはいかがでしょうか。ビールのおつまみにもぴったり、うなぎのシガレットをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずうなぎは1センチ幅の棒状に切ります。春巻きの皮は半分に切って6枚にします。白ネギは白髪ネギにしましょう。春巻きの皮にうなぎの皮焼きを乗せ、まず3つにはバジルを乗せて巻きます。残りの3つには柚子胡椒を薄く塗り、白髪ネギを乗せて巻きましょう。巻き終わりに溶き卵を塗ってしっかり留めます。170度の揚げ油で揚げれば出来上がりです。お子様にはスライスチーズなどをうなぎと一緒に巻いても喜ばれそうですね。ぜひお試しください。